ザ・ミズ・タマリスです。よろしくお願いします。We'll be right back.
ありがとうございます。またさ、僕
僕みたいなもんがあのバイキンのようなもんですからね。僕みたいなもんがバイキンみたいなもんですから。僕みたいなもんがバイキンなんですから、ね。あ、キンなんで。減っちゃうですよ。キンなんで減っちゃうですよ。キンなんで減っちゃった。ええ。減っちゃうってどういうことだ。減っちゃうってどういうことだ。バンドマンなんてね、バイキンみたいなもんで、だって思うんですよ。バンドマンはね、バイキンでなんぼるもんじゃいみたいなもんで、なんかね、世の中にしたらね、バンドマンなんてね、バイキンみたいなもんがいいと思うんですよ、僕ね。何言ってたらね、あの中学生、小学生ぐらいからそう思ってきて、バンドやってきてるんですけどね、世の中ね、あのバイキンにいいんですよ、あのバンドマンなんて。だから、金なんて、パワーないぜ。気になって怖くないぜ、ちょっと忘れましてくれ。金ちゃんのドーンってやってみよう。金ちゃんのドーンってやってみよう。金ちゃんのドーンってやってみよう。ドラムス川崎市からディックお姉さん、川崎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 市からベース横須賀市からタメさん、横須賀ギター横浜市からアディさん、横浜ボーカル横浜市からマタゾ君、マタさんドリンクでは知られたわけだ。あとあれですね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、プレバプレバ今の骨盤はどこだ、お前はどこだ。大丈夫ですかね、いや、大丈夫です、大丈夫ですよ。全く問題ないです。あの、僕だけリハーサルして、あ、言い訳、後で後悔するだけね。フルテンなんですか。フルテンって全部10点、全部10点だね。俺もやって10。あ、つまらなかった。すいません、店の人ごめんなさい。ちょっと待って、もう終わりました。終わってないです。俺、あの、この子とね、バンドやってもう15年このちょっと待って、何回聞いたこと、はい、流れがね、どういうことやってるって思うんだよね。あの、ロンとパリスキーやってバンドやってさ、その時こいつうまくやってるなと思ってそれすげえね、見てて悔しいんですけどね。ちょっと待ってないですよね、ロボットバイスね。なんか置いてあるだけ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。まあそれはいいだ。まあ、行きましょう。中盤よろしくお願いします。
しまえ、くしまえ。偶然今日出会った君、今日だけ君に捧げよう。Thank you.
く笑ってた自称ベです。次は4月19日西横浜エルプエッテというところで、あ、西横浜エルプエッテというところで暴走半島さんというバンドの企画に呼ばれました。 ありがとうございます。暴走半島さん、これ前々から出てくれ出てくれって言われて出るんですけど、暴走半島さんは昔からの、お知り合いでですね、尊敬する先輩方々なんですけども、出ますので、もしよろしかったら来てください。4月19日です。4月19日、その時はですね、ヨネさん、ドラムのヨネさんが出れないんで、名義的にはザ・ミッツ・ザ・マリス・マイナス・ワンっていうバンド名義で出るんですけども、4人でやりますんで、その時はドラムの子が、足立区のお嬢さんが叩くんで、足立区のお嬢さんなんですけども、彼女はお嬢さん40過ぎてるのかな。あ、そんなことでもない。この間一回 DNC 入ってやりましょうということでやったんですけど、あとなんだ、物販あそこに置いてありますんで、置いてある、もしあれでしたら買ってください。ぜひよろしくお願いします。あれですよ、みんな部分等でね、CD300 枚吸ったんですけど、するっていうのかな。で、段ボールでね、八尾さん、高尾ちゃんがね、これって言って、俺、置き場所なくてさ、100枚ね、段ボールごと置いてあるんですけどね、寝室に置いてあるんですけど、置き場がなくて、もういつも真っ暗なんですよ、寝室って。ね、つまずくんですよ。で、僕ね、真夜中ね、しょっちゅうトイレ行くんで、そういう病気なんですね。しょっちゅう、ほとんど寝てないんです。トイレばっか行ってるんですけど、行くたびにつまずいてるんですよ。どこ向いて喋ってるんですか、僕は。あと何すかね。口は言った。物販も言った。OK。もう終わらせる。いや長いですかね。ちょっと僕たち長くないですか。大丈夫。全9曲でやるよ。なんか他見たら、まあ、まあ。じゃあやります。後半よろしくお願いします。裏話言うと難しい。ほんで新譜で生アミヘブンっていうすげえ最高傑作だと僕は思ってるんですけど、皆さん聞いた方はそれぞれ自由なんですけど、1曲目に入ってる曲、花道って言った曲やります。よろしくお願いします。これ春の歌です。
なんて。
Thank you.
もう時間オーバーあ、まる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 じゃあパパと洗濯パパあの流れがよくわかんないんですけどね、あの急遽みたいな形で出させていただいて、吉田君さんありがとうございます。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 覚えてて帰ってください。 あとシルバーバックさんありがとうございました。あのスモーキーでは個人的とかで、まあ、いろいろ出ていたんですけど、まあ、今後ともよろしくお願いします。じゃあアンコール1曲目って何曲だ。1曲目っていうか1曲しかありません。いきます。代表曲でもないから。